間違いという言葉を使わない、ななんでぜですかなぜですか,ななぜですかそれなぜじゃなそれなぜと言わないとダメですよ。なぜなぜ使っちゃダメなのか。 さっきその精神疾患を患ってるんでみたいなそしし精神疾患があるんでみたいなことを言ってた人たちにももしかしたら俺が言ってることってすごい刺さって傷つくさってくるのかも何かしらこう感じることがあるのかもしれないけどそれを経てそれを,それを聞いて返してくるっていう人たちには何もないし。 なんならそういう人たちにそういう言葉が刺さったのであれば申し訳ないとは思うんだけどそういう人間たちに向けてないからねそういう解釈を押さえるってさお前お前どんな世界線で生きてる人間ないんじゃいボケーとどの世界どの世界線におる人間なんだと もう分からないのよ、ね、ほんとほんとでバカしかいないんだから <laughs> もうと意味わかんないよね年末か正月かなんかの配信でやってたじゃんカラオケの前とかにさ。 あの手作りの持ってきたバーバアとババアっつったらおかしいけどごめんねちょっと言い方おかしいけどこれもさ手作りのやつをグイ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 押し付けてきた人とさえっって何それそれが何よ <laughs> 何なんなん <laughs> そういう人間大 冷静になって考えてみれば、まあ、発端としましては、このリアカーの旅というものが、まあ、ありましてで、その中で自分のうー皆さんも分かるとは思うんですけども、まあ、僕の言動とか、え行動、まあ、暴言、まあ、口の悪さだったり、えー、というようなものが、まあ、多々ありまして。 で、そこで僕も、うんまあ、掲示板ですね、まあ、そこに僕のことを書いてる掲示板があったんですけどそこを配信中に、まあ、こういうとこで言われているというようなことで煽りましてで、まあ、そこで、うん、様々なことを書かれたりしていたんですけども自分も ま、気の弱さというか、えー、プライドというか、ま、そういったようなことがありまして、俺の何が悪いんだとか、まあそういったような、ま、言動等日々、まあ煽ったりだとか、そういったようなことを、まあ、繰り返した後、まあ、掲示板の方で、うん。 まあ炎上というか、まあ、そういったような状況になってしまいまして、えー、多大なる迷惑をですね、今、まあ、まあ、いろいろと、まあ、イベント等、そういったようなことを、おまあ、関係者、まあ、いろんな方々に迷惑をかけてしまいまして、それで、まあ、僕の身近なところで、えーまあ、仲良くしていただいている方々とおりですね、えー ご迷惑をおかけしてしまいましててままいそして一番迷惑をかけてしまったというか一番不快な思いをさせてしまったのはリスナーさん、えー、それと応援してくださった、ま、リスナーさんとか、えー、リヤカーの旅中にですね、ま、来ていただいた方々を、まあ、揶揄するような形の言動等が、ま、多々ありましてまそれについて、えーま、心配してくだ,さる、えー、くださってる方々等にですね えーうーん、本来であれば、心配してくださっている方々に対するコメントではないような発言をですね、繰り返して、結果、 さまざまな声をいただきまして、もう、まあ、絶対許さないというような、まあ、声もいろいろいただきました。あのー、31日の えー、ところでですね、まあ、リスナーさん、まあ、名前を出すことはないんですけども、えー、そういった、えー、方々、まあうん、コメント等でですね、えー、言われている方もうんいらっしゃいましたしで、リアカーの最中に自分が、 誰に対してということはないんですが、まあ、名前出せば、まあ、名前は分からない方もいらっしゃるんですけどそういった方々も、えー、と直接来ていただいた方にですね、えー、発言、えー、行動ですね えー、もう2週間以上経ちまして、えー、あの配信から、そしてリアカーからももう2ヶ月ほど経ってはいるんですけども、<coughs> 改めて冷静になって考えてみたら、まあ、とんでもないことを、えー、特定の方々もそうですが。 見てていいいただいている方々にですね、えー、入ってしまった冒険、えー、言、動を、えー、深く反省しておりますので受け取っていただけるかどうかわからないんですが、えー、大変申し訳ありませんでした。 えー、一応ですね、あのー、もう許す、許さないっていうところでのもう、うん、断ではないという方々もいらっしゃると。 思うんです、えー、思うんですけれども、えー、そして、僕のですね今後、もう配信なんてやめてしまいという方々もいらっしゃると思うんですが、えー、一応、今後についてというようなこともありますんで、まあ、ずっともうあの長いこと言ってても、もう言い訳というようなものになると思いますんで、 えー、多くはそのあたりは言うべきではないと思いますので、えー、本当にご迷惑をかけた方々もうそうなんですが一番はリスナーさんそして応援に来てくださった方々へのたび、えー、重なる僕の言動等への 謝罪ですので受け取っていただければと思いますので大変申し訳ありませんでしたで、えー、今後はまあ配信はもちろん、えー、今後もやっていきますで今まで通りの配信というわけには多分行かないのかなという気もいたします が実際そんな人間今ここで僕が心を入れ直してっていうのもうん簡単には言えると思うんですがもちろん今まで通りをやっていくとは思うんですけどもうんおそらくそんなには変わらないんじゃないのかなっていう。 気はしてますただ、まあ、言動と言葉遣いで一番今回そういったようなお,お言葉をずっと頂い,いてたんですけどもあのやっぱり怖いといううんことをずっと言われておりました。 えー、で僕はずっとコメント等を書いていただきたいっていうのはずっと言ってたんですけども、まあ、もちろん僕のこういった言動今回に、まあ、今回こういったようなことでこうかなりの指摘を受けて周りの方々もそういうふうに もうちょっと大丈夫かというふうに言われて、ちょっとこう、目が覚めた部分は本当にあるんですあの自分の言動、態度っていうようなものが、もうずっと常態化していたっていうのは、この2週間、ちょっと配信から離れて、ネットからもほぼほぼ離れて。 えー、自分の自分ですでその時にあーやっぱこれ一回離れて見た時にすごく自分のこうサイドというかそういったものが第三者目線でちょっと初めて見れたのかなと。 えー、思いました <laughs> なのでおそらくは今までと変わらないと思いますですがそういった方々への対応とうーん やっぱり自分に自分が今後何をやっていくかって考えたらもうトツ町とつちと探索しかないんですよね。でそれを見ていった時にこんな状態でもとつしさん来てくれてたんだなと。 いうもちろんそういったようなキャラクターが好きっていうような感じで見てくださってる方々もいると思うんですけど、にしたって、やっぱり言動、そして何か言論統制というような感じでの僕の、えー、押し付けというか、そういったようなところで怖がらせてしまった部分というのが相当あったんだなという気がいたします。なんで基本的には 変わらなないいのかなという気はすするんですがそういったところそして自分が思うもの以上にリスナーさんが「あここの場所面白いな」って思っていただけるような場所をですね配信10年以上やってきて初めてではないと思うんですけども初めてぐらいの勢いで、えー、今本当に頭真っさらにしまして。 本当ゼロからぐらいの気持ちでやっていかないとなと思っております。 なんで、今後の自分のですね、見ていただけるかどうか分かんないです。正直、ちょっともうこれ以降、いや、もういいよという方もいらっしゃるのかもしれないんですが、もしよければ、ご覧いただいて、半年後、1年後、 あーあーこいつなんか変わったなとなんかこいつ面白い配信してるなと <laughs> 言われるように、えー、12ヶ月ではきっとそういうふうにはならないと思いますんで半年1年後ですね 見ていただければと思います。 えー、元旦の動画はもう、えー、正直もうございません。えー、ただ、ずっと公開はしてたんです。えー、<laughs> で、リアカーの旅のですね、が終わってからですね、もう、それに関する、えー、リアカーの旅のもの以外は全部、まあ、削除しました。 それ以外のものはですね。はい。なんで、一応そういったもやもやっていうところも、多分リスナーさんあると思うんですね。で、一つ一つそれを解消していくっていうような、えー、ことも考えたんですが、えー、まず多分疑問点っていうところは、分そこがあるんじゃないかなと思うんですけども、 えー、経緯的にはそういうものでございます。で、しばらくは、えー、残してはいたんですけれども、うーリアカーの旅の本編以外は、ほぼほぼ全部削除している状態でございます。<laughs> えで元旦の動画というようなものっていうのは、おそらくカラオケ配信のことだと思うんですけど、それは消してるんですが、えー、まああっちの方はメンバー限定の方で全部、とつまちですね、えー、あっちの方は全部残ってはいますんで。<coughs> はいあのだからこの言動、これもすべて僕の言動が招いたことだと。 思いますんで、うん、今後、まあ、ここに本当に気をつけて、えー、やっていかなければなっていうところは本当に思っております。 でえー、一応、一つだけ、えー、もしかしたら気になっている方もいらっしゃるとかもしないんで、言っておきますがあの、会見のことですが、こちら一応保留ということで,で、自分もまだこの状況で何かをするっていう状況になってないと思うんですね、自分自身が。 なので、うーん、しばらくは本当にコラボ等、そういったようなこととかではなく、まあ、これはまたちょっと別でお話ししないといけないと思うんですけども、まあ、一人で、えー、頑張っていこうかなと、えー、思います。なので、えー、しばらくは一人でずっと、もう今やってきたことをお黙々とというか、が、え、む、ー、しゃらにやっていくのみなので、 凸待、えー、だとかそういったようなことですねそれをずっと、まあ、しばらくは一人で、えー、やっていこうと思いますんででさまざまな意見があるのは分かってるんですけれどもうん改めまして えー、今後も活動をやっていく中で、このような、えー、ことはですね、もう二度と起こさないように、えー、自分もずっとニコニコのノリだとか、えー、俺は配信者だからっていうようなことでですね、えー、ずっと逃げてたところは正直あるんです。でそれが それをですね、ずもう、ずっともやもやしてたものが、なんか少し晴れたような気がしております。でも、ここからはもう、絶対何も言い訳をせずに、楽しんでいただけるような活動をできればと思っております。えー、長くなってしまいましたが、改めまして、えー、この度は、 深いな思いをさせてしまった方々、えー、自分のあまさにですね、よってうん傷ついてしまった方々、大変申し訳ありませんでした。 ですので、もしそういった方々も今後見ていただけるのであれば、先ほども申し上げましたが、半年後、1年後、時間をかけて、納得できるような活動をしてまいりますんで。 ぜひご覧いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。<laughs> この度は大変申し訳ありませんでした。<laughs> では、えー、この辺りで終わると思います。ありがとうございます。<laughs> おゆおえん,うゆうえんお前やっちまったな謝罪枠だっていうのにあんなに長々やってスーツもちゃんとに着込めずにやっちまったなお前本当にダメだな謝罪は3分か5分で済ませてその後はなあなあにしときゃよかったんだよにもかかわらずやっちまったなお前どうしまったんだよ 10年前そんなんじゃなかったじゃねえかよお前ホにどうしまったんだ年齢のせいかそれとも周りの環境のせいかぬるくなっちまったんじゃねえか昔の気持ちを思い出せよまあでも一人でやるのって大変だよなわかるよ一人ぼっちは大変だよ だから3月俺と一緒にジャグラー打たねえか6号機のジャグラー今誰も打ってねえんだよだからどのお店に行っても2人並びで座れると思うんだよ今のそのすさんだ気持ちに優しさを求めるんだとしたらジャグラーしかねえだろう 3月待ってるぞ。